らの建物は明治の初めの建物で、はい、150年ぐらい前の建物、はい、あ、そうなんですか、はい、へー、三人さんがまだ福田会館とか乗ってた頃にここ来たんですけど、ほぼ当時のままです、建物。今回のお宿に着きました。駅舎今は山中。一応ここに日帰り湯があります。今湯気街道っていうところを歩いて温泉街の中心部に向かってます。いやー、ついにやってきました。いやー、いいお湯でした。ここは劇場だそうです。今日はここ入ってみますね。おかてです。おー、いいね。カニス、いやー、美味しかった。満足です。ちょっと用事というところに行ってみたいと思います。
温泉街が見渡せるところに来ました。ようやく見つけましたね。また温泉街に戻ってきまして、これ、そういうの前です。区費は他にもあるっていうんで、ちょっと行ってみます。いや、場所全然分かんなくて探したんですけど、これが区費です。これが有名な鴻橋ですね。なんか中国にありそうな景色。